勢いがあってるチームなんですけども。で、あ、ついにここが3・1の山。そうそう、ヘブン。ヘブン。天国。ここね、もう本当ね、外人がね、めっちゃね、見学に来るんですよ。うわ、すげえ。観光地になってるの、最近。すげえ。ヘブン。ちょっと。え、これ何台あるんですか、ここ今。437台ですね。よくここまで溜まったよね。溜めたっすね。でも、これがベースなんでしょ、最初。そう。いくらだったっけ、その昔に、20年前、25年前。3万円。3万円。3・1。大体3万円。今それをきれいにもしレストアして市場に出したら500万だっけ。500万です。だよね。そういうことなんです。でも昔その3万円で買って直してても昔は安く出してたんでしょ。50万円ぐらいで売ってたんですよ。そうなんですよ。昔ね安かったんですよ。全部番号が振ってあるんですよ。お、本当だ。でこれ全部管理されてるんですよ。この車に何の部品がついてるかデータベース化されてるんです。あ、だから今の彼もそうそう、何番に取りに行けっていう指示なんです。カバーを何番に取りに行けばヘッドカバーが使えると。そうそうそう。ってことはこれ全部ちゃんとした在庫なんだ。在庫なんですよ。これ捨ててないんですよ。取ってあるんですよ。これ捨ててないんですよ。これ保管してあるんです。じゃあ本当にこの辺なんかもうその25年前のそうだったと思われるですね。ぐらい大体。まあこの辺のクラスになると25年間出てるんですよね。そうだよね。へえ。で俺ね昔ね全部覚えてたんですよ、誰の車か。気持ち悪い。これね静岡のあいつが乗ってた車でとか言えたんですよ。最近頭が悪くなって。さすがにだってさ、そんな500台近くもいたらもう忘れるですよね。昔あの高速道路とかでバッてすれ違うじゃないですか。誰か分かったんですよ俺。3・1だと。3・1だと。色もショイルも一緒なのになぜか分かるんですよ。でもさ、これね今1個ずつね、多分これあのネットで出せばさ全部売れるよね。ヤフオクで5万ぐらいで売れるんですよ。こんなのグリルとかもうその3万ぐらいで売れるんですね。この辺だけで多分50万ぐらいだ。これ本当に人によってはお宝の山、人によってはただのゴミの山だけど、これが柴田さんにとっては今までのこの25年の証なんだ。これ証なんですよ。これがで多分その辺の人から白い目で見られてる。ただのゴミ。よくあるんですか、テレビでゴミ屋敷。あるある。あれじゃね見えるじゃないですかね。あでもすげえ、これさワクワクするね、子供だったら。もう子供じゃなくても結構ワクワクするね、こう中入ってくると。冷静に積んだるですからね。これこの列や全部 GTSR です。 GTSR コーナー。 GTSR コーナー。せめてじゃあ GTSR 風にはできるじゃない、このパーツ使えば。はい。これレストアして1000万で売るとするでしょ。本当だ、あのスポイラー。そうなんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11あの辺まで GTSR です。いつか直そうとか。いつかって言ってずっとこうなる。いつかって言って20年ぐらい経っちゃった。昔はまだそれでもそれを少しずつ直しながらやってたんですね。今もう追いつかないんだ。追いつかないです。でも直せば本当に800万とか下手したら1000万ぐらいになっちゃうぐらいに GTSR だったら。 GTSR なんで。はあ。それでみんな儲かってると思ってるけど作ってないんだもんね、もう。やってないですもんね。お客さんの車直してるだけでしょ。そうそうそう。だからお客さんの車が多すぎて自分家の車ができないんですよ。いつかやろうと思って気がついたら23年も怪我してたんです。これほとんど俺が23の時に買ってるんで、これみんな最近買ったと思ってるんですけど違うんですよ。これ23年前にほぼ200台買ってるんですよ。はあ、そっから少しずつ増えていっただけ。3万円の時に200台買ったって600万でしょ。でそれをいつか売ろう、いつか直そうと思って気がついたら23年経っちゃった。それこれそうなの。全部そうです。これ全部そうです。これ全部23年前に買ったやつ。俺が大学生の時に暇だったんで、あの頃。なるほど。いやすげえなここ。俺ね初めてですよここ入って説明したの。だから普通はこれ墓場っていうんだよねこういうとこ。だけどこれ墓場じゃないじゃん。天国っすよ。天国なんだ。ヘブンス。見てください、まなぶさん、トランスポーターが。あ、本当だ。ここに置いたんだ。ここに置いたんですよ。ああ、そうだ、ハイエースと。そう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 。チームの。そうそうそう。トラックが。そうなんですよ。ここは比較的10年ぐらい前に買った車が置いてある。まあ、酒屋でいうとこの、10年つけたる、10年もの。ものだから、まだ商売、そのままいけるやつ。いける可能性がある。なるほど、ちょうど熟したぐらい。熟したぐらいです。出たよ。見えないよ。本当だよ。ほぼ完品って書いてある。ほぼ完品って。完成品ってことだよね。と部品が取られてないよってこと。ないということ。ほぼ完品。ってことはレストアベースとしてはもう全然使えるよ。使えるよと。で今度は中古車が置いてある中古車センターがまた別の場所にある。あ、まだあんの？まだあるんです。そこがいわゆるメジャー。要するに売り物、まあ要するに表に出てるやつ。表に出てるやつ。これ表に出してないから。出してないやつ。でグーとかに乗ってる。メジャーリーグの今から行きます。そこにもまだ40台ぐらい置いてある。え、そこはプライスついてんの？ついてます。売ってんの？売ってます。そこで？最近やめたんですけど、ちょっと先週ぐらいまで売ってた。まだ残ってる車が在庫としてあるから売れる。そうそうそう。売ってんの。そう。だからこれが仕上がるとそこに初めて行けるんですよ。なるほど。さあいろいろ見て回って戻ってまいりました。はい。もうお腹いっぱい。はい。31。安倍さんまだうちの全貌の 20% ぐらいです。まだ。そういえば。はい。ラジコンなんですよ。ありましたよね。ラジコン開発してるんですよ。で、それがこれ。開発と出荷メーカーですよ。これがラジコンハウス。なるほど。ここはレース工場？レース倉庫。はい、続いて倉庫じゃないですね、ここは。はい、ここはですね。ここは俺の個人的なプライベート空間。なんだそれ。これはまた。もともと俺のガレージ？俺の趣味の車集めてた場所。ここ？はい、だから全部ここ何台入るかちょっと分かんないですけど、2、4、6、8、2、24台、俺のマイカー。ここでも今は違うでしょ。今はお客さんだとそうだからね、あのマイカーイコール中古車になっちゃうんですよね。はいはいはい。俺が集めた、そうなんですよ。こういうのはみんなそうなんだ。そうだ、買い取った車がそのまんま置いてあるですね。で、あとでもまあでもほとんどまあそのまま売れそうな。そうちょっと前まで乗ってたお客さんが。売らないの？最近売ってないですね。いや売ってないとかよくわかんないんだけどね、売らないのこれ。売った方がいいですよね。これとかも売った方がいいですよね。みんな買い取ったやつ？買い取ったですね。このステージは？昨日買い取ったですね。なんで？これオーテックなんですよ。これオーテック？そう。260。これ昨日買い取ったっす。これ綺麗になったらこれも値段もうすごいですよ。なんで置いてあんの？売らないです。もうさコレクターなの？でこのガレージ作ったの？これは俺が個人的に車いじる。あここでまあ夢だよねそういうのね。あそうあるガレージから。じゃこのオフィスみたいなのいらないじゃん。こんなの。雰囲気が欲しいやん。え？何これ？アジアンテイストな感じ。なんかやらしい。もう貸せばもうここ。本当にね車ができるんですよねここ。誰か一人頼んでここに車やらしとけばいいじゃんもう。そうなんですけど、俺車あんま売りたくないんですよ。わかんなくなってきました。はい。でここはなんていうのこの場所。スカイラインキングダム王国っす。ここはキングダム。キングダムって呼んでる。スカイラインのキングダム。キングダム。知る人ぞ知る。知る人ぞ知る。キングダム。来れないとこ。来れないんだ。これもう本当にほとんど連れてこないんで。連れてこない。これだから多分初公開ですよこれ。さあということで1日かけてですね、もうすごいな今日のロケ。この柴田自動車、柴田をすべて見た？すべて見ました。見ましたよね。だいぶ放出しました。で皆さんにですね、なんでこんなにすごくなったのか、何がすごいのかを知っていただくために見て回ったんですけども、はい、より見て回ったらですね、わからなくなりました。本当に全容がね、はい、もうすべて見たらわからなくなった。はい、でその中節々に一体じゃあこれじゃあこんだけ何で儲かってて何でっていうのもなんか分かりにくくなってきたんですが、はい、とどのつまりですね。とどのつまりですね。この柴田自動車はですね。はい、柴田はですね。はい、どこへ行くのか、何がしたいのか、はい、どうするのか。はい、これ風の噂でですね。はい、ちょっと聞いた。はい、なんかこの辺一帯にですね。はい、柴タウンあるものをそうなんですよ。なんか作ろうとかっていう話を聞いた。今ここですね。ここ？はい。これなんですかこれ？これ買ったっす。え？土地。こっちは？ここ？ここの赤いのが今うちの土地。これ？これも？あ、これ見ましたね。あ、これ見たね。見た。ヘブン。でこれ？ここを買ったっす。いや買ったって何？こことここを買って。うん。それから？でこの辺も行きたいな。ここ畑じゃないですか。田んぼ。もう田んぼはもう。もう終わるんですか。買いたいな。買いたいな。この辺この間も？今こことこことここは商談してます。ここもちょうど。ここも買いたいな。そうするとちょっと待ってください。ここがこれなんですかこの図面。これが来年建つ新社屋の図面なんですよ。初公開ですよ。ここじゃなくて？あそうここじゃなくてもう一個建てるんですよ。嘘。はい。新社屋なの？はい。それがどこ？これ。あ、これ、あ、ここに全部移動するの。一部引っ越します。一部引っ越す。引っ越すのは工場はそのまんまで。工場はそのまんまで。社屋だけ。社屋じゃないわ。本社だけ。本社。いやここにそれぞれワンテーブルワン法人みたいな。これがごっそり本社ビルじゃないけど本社みたいな。あ、これを。はい。もう場所買ったの。買ったっす。でここ作る。1年後。そんなに人いる？また増やす？うん増やす。え、それでそれで。でここにインフィニティを展示したちょっとディーラーにさっき言ってた。そうインフィニティディーラー。インフィニティディーラーを作りたい。夢だななんて言ってました。夢だなって。全然もう想定してんじゃない。来ました。ちゃんと人売る人いなきゃいけないでしょ。売る人いるですね。さっきみたいなキングダムみたいなじゃダメですよ。誰もいないやつね。誰もいないやつじゃなくてちゃんといるところ。そうなんですよ。あとちょっといっぱい。リフト並べんの1、2、3、4、5、6タイヤ交換用のタイヤショップ。あ、じゃあ本当に普通に芝タイヤショップ、芝タイヤとして交換しに来てすぐそこでタイヤだけ買いに来ても。これ何？これ駐車場100台止めれるんです。なんで？いっぱい来るかもしれんじゃないですか。100台も今2台しかないと駐車場。100台もあったらこれカーミーティングできますよ。そうミーティングできる。だからバーベキュー作ったんです。これって何？ちょっと待ってくださいね。公園って書いてますけど、100人でツーリング、最近ツーリング行くとこないじゃないですか、はいはい、みんなでここに来てもらう、そう、目的地がここ、ああ最終目的をここにして来てもらってタイヤ交換する人はしてもいいけど、ここに多目的ホールっていうのがあるんで、なんだよそれ、でここで肉をもらってでここでバーベキューレジャーランドかここで、隣がファミマなんで、あそこで買いに行けばいい。すごいね。ゲストハウスって何？泊まれるよ。宿泊施設。これ夢でしょ？やります。これ1年後、これ2年後。言い忘れたんですけど、これレストア工場なんですよ。あ、ここは？ここレストア工場？3年前にイタリア行って、フェラーリ見学して、見ちゃった。そうレストアする工場を見て、あったんですよ。あるんですよ、フェラーリのレストア工場。ザナシーっていう会社なんですけど、そこの社長に。レストア工場すごいですねって言ったら「お前何やってんだよ」って言われて「いや日本でスカイラインやってるんです」って言ったら「スカイラインのレストア工場作れよ」って言われて「えでもこれまあまあしますよね」って言って「いやするけどお前やった方がいいよ日本で」って。あ、じゃあそれをモチーフにして、そういう今ここにある公園じゃなくて、そうもう本当にこれマジですごいですよ。ここだけで3億円するんですよ。わかんないけど、まあとにかくすげえですよこれね。本当に革命が起きるんで、ここでレストアする車、本当にすごいと思うんですよ。ということで柴田さん、はい、この柴タウン、はい、基本的にはどういうコンセプト、どうしたいかというところが非常に大事だと思うんです。これで結局、車好きが集まれる場所を作りたいですね。今結構なんか駐車場とか貸してもらえないじゃないですか。なかなかそう嫌がられます。そう嫌がられるじゃないですか。ほんでなんかまあマナーも悪いとかもうなんだかんだけど、うちだったらうちの中なんでもう遊びにおいでって、ツーリングの最終目的地にしてほしいんですよね。だからいろんなオーナーズクラブがスカイラインとかロードスターとかいろんなチームがブーン出してきて、ここで一日過ごしてもらって、でその人たちが楽しめるテーマパークみたいな。車好きのテーマパークを作りたいんですよ。車好きのテーマパーク、はい、それが柴タウン。はい、柴タウンぜひ作っていただきたい、はい、でもその時にタイヤ変えて帰るとか。なるほどね。お土産はタイヤでみたいな。なるほどね。あ、これはまんざらちょっとね、冗談でもなく本当にちょっとそうなってってほしいし、 D1もぜひ頑張っていただきたいし、そして本当にこの辺の岐阜の観光地になっていただきたいなと、車マニアにとってのね、そういう場所になってくれたらいいなと思います。ということで皆さん、より分かんなくなったんではないでしょうか。この柴田自動車ということで、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。